こんばんは、松竹です。今日はですね、ちょっと夜景が綺麗なところということでですね、私まだ行ったことないんですけども、なんか綺麗らしいんですわ。実はですね、それこそ平日に一回チャレンジしました。9時ぐらいだったんですけども、ちょっとあまりに暗すぎてですね、これはやめとこうと。まあ私割と一人で行っちゃう派なんですけど、そういう意味じゃないんですよ。そういう意味じゃないです。一人じゃあまり行っちゃわないです。なんですが、さすがにですね、前回行った時は真っ暗で、これ一人で歩くのはなかなか厳しいぞと思ってですね、いつかリベンジしてやろうと思っていたら、今日チャンスがやってきました。少し明るめなうちから元気にたどり着いて、ちょうどいいぐらいで夜景をお届けできるのではなかろうかと、そういうふうに考えております。いやー、参りましたね。こんな渋滞になるとは思いもよりませんでした。上りも下りも渋滞。さて、前回のリベンジでございますよ。まあ、この道もなかなかなんですけどね。あれ、ちょっと雨降ってきちゃいました。やられちゃいましたね。これは行ってもダメかも。ちょっと道が分かりにくいですよ。今日結構すれ違いますね。この辺から険しいですね。やっぱり今日も私一人で誰もいません。真っ暗でございます。じゃあちょっと行ってみましょうかね。真っ暗でございますよ。よいしょ、合ってんでしょうか。すごいですね。ホラー映画から一番に襲われるやつ。よいしょ。ちょっとこれ無理だぞ。これ上がってったりするんかな。もうちょっとこれは無理だ。
この上かな。しかしこの岩は上がれんぞ。うん、とにかく道がわからん。一旦下るとか。下るしか見えない。いやー違うか。うん、残念、わからない。残念。うん。いやー、ちょっとさすがに。道がわからなかった。残念。ちょっと雨降ってきちゃったな。やられたな。さてさて、愛宕神社はアウトでしたが、こっちは今日行けてますよ。少し雨模様ですが行きましょうね。これはチャンスを逃さない男、松茸でございます。おー、いいですね。やっぱりここかな。やっぱりここですかね。ちょっとですね、実は対岸からも綺麗らしいんで、それも行ってみようと思います。どのあたりですかね。どのあたりがベースポジなんでしょうか。でも正面だったらこの辺でしょうか。あ、なるほどね。こんな感じですか。多分です。風が吹いてないとすごくいいんじゃないですか。この川との反射でですね、多分そうだと思いますよ。また消えちゃいけないんで急いで写真撮ってみましょうね。いやー、よかった。なんとか今日は取れましたね。愛宕神社はどこに行ったらいいかわからないというハプニングがありましたが、まあなんとか工場夜景の方は回収できてよかったですね。まあまた隙間を見つけたらどっか走っていきましょうか。隙間を埋める男、松茸がお送りいたしました。